てる。なにこの生き物。うわ、ピエンだ。なにそのピエンってのは。ピエンとは、泣いている様を表す日本語で、泣き声のピエンを省略し、SNS 上やメールなどのやり取りで、涙の意味で、より汎用性の高い言葉として使われる。悲しい時にも嬉しい時にも使用され、深刻さは伴わない。ウィキ朗読オツ。泣いてるっつっても、しょうもない内容ばっかだけどな。人生もしょうもなさそう。タンスに小指ぶつけたよ、ピエン。ほら、しょうもない。大好きなアニメ見逃した、ピエン。服にカレーこぼしたよ、ピエン。シャーペン爆発したよ、ピエン。ちょっと待て、ストップ。なんだよ、シャーペン爆発したって。ピエンっていうか、ありえねえだろ、そんなこと。え、ボロクズはシャーペン爆発したことないの？普通爆発しねえよ。大切なゲーム壊れたよ、ピエン。階段でこけて怪我したピエン。パパとママの会話がないピエン。ん？昔の仲良しだったパパとママはどこに行ったのピエン。あれ？知らない男が家に来てママとベッドでストップ。どうしたボロクズ、ピエンで表現するにはエグすぎんだろ。生きるのが嫌になってきたピエン。誰か僕を愛してピエン。僕を幸せにして、僕を一人にしないで、誰か僕を救ってピエン。やばい、これピエンで済む範疇じゃねえよ。完全に精神病んでるぞ、これ。仕方ない。ここは主人公の僕が何とかするっきゃないな。何か作戦があるのか？うん、その名も、思いついたこと口から出まかせ作戦だ。不安しかない。ねえ、ピエン。君は世界で一番不幸な人間だと思い込んでいるようだね。でもきっと大丈夫だよ。あのボロクズを見てみなよ。この前あいつ、通りすがりの女の子に、あの人うんこくさーいって大声で叫ばれたんだよ。なんか元気出ました。さすが僕、一人の痛い手な少年の心を救ってしまった。やったね。すごいね。アサリは貝だね。ボロクズは臭いね。消えてほしいね。俺の心は沈んだよ。そのまま死ね。